ラメンさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、徹底比較バンドルカードでも最大 5% 還元、キャッシュと比較してみたということで、今回バンドルカードでも最大 5% の還元が発表されたのと同時に、同じタイプのキャッシュとの比較についてお伝えしていこうと思います。ということで、まずはこちらからですね。バンドルカードの運営している株式会社カンムという会社ですね。文章はこれまで何度も紹介しているので省きさせていただくんですけども、下の方に記載のある本事業の期間中、還元事業対象店舗でバンドルカードによるお支払いされたユーザー様、皆様に最大 5% の還元を行いますということですね。まあ、なのでバンドルカードも増税後の2019年の10月から最大でも 5% が還元されるということですね。まあ、これまでそのバンドルカードに関しては何かしらの還元がなかったので、これは正直嬉しいですね。で、まあ、キャッシュとの比較ということで、まあ、このバンドルカードで思い浮かぶものといえば、もうお題にもあった通りですね、同じビザプリペイドカードのキャッシュですね。この僕の動画でも、まあ、ここ最近ちょくちょく紹介をさせていただいてるんですけども、まあ、そのキャッシュが、まあ、こちらも先日最大でも 2% から 5% の還元をするということが発表されましたので、まあ、今から大まかな違いというのを比較しながら見ていきたいと思います。まず見た目なんですけども、まあ、キャッシュは、まあ、リアルカードとしたら青のカードが1枚ですね。あとバンドルカードは種類が豊富で、ホワイト、レッド、ブルー、ブラックなどあります。まあ、リアルカードの発行手数料なんですけども、まあ、キャッシュは無料でできます。そしてバンドルカードは300円から700円、まあ、種類によってかかるようになってます。1回のご利用限度額が、まあ、キャッシュはバーチャルカードが3万円、リアルカードが5万円、バンドルカードはバーチャルカードが3万円でリアルカードが10万円までとなってます。まあ、気持ちリアルカード5万円ほどバンドルカードの方が高いようですね。でチャージ方法なんですけども、まあここに大きな違いが出てるんですよね、かなり。まあ、キャッシュに関してはクレジットカードとセブン銀行 ATM で、コンビニ、まあ、銀行 ATM、まあ、ネットバンクとかペイジーなどでもできるということで、バンドルカードがまあ多くてですね、ポチッとチャージですとか、コンビニ、クレジットカード、ドコモ払い、ソフトバンクまとめて払い、ビットコイン、ネット銀行、セブン銀行 ATM などなどということですね。まあ、ということで、まあ、バンドルカードはとにかくチャージ方法が豊富なんですよね。まあ、ちなみに僕はセブン銀行 ATM でバンドルカードのチャージをしてみました。で、この還元率、現在はキャッシュはご存知の通りの 2%、 そしてバンドルカードは、まあ、特にキャッシュと比べてバンドルカードは還元率がないような状態となっています。で、この還元率が2019年の10月から見ると、キャッシュは 2% から 5%、 そしてバンドルカードも最大 5% までというふうに発表されております。ということで、まあ、ざっと比較した感じはこんな感じでした。ちなみにバンドルカードは現在このような実質無料のキャンペーンもやっているので、まあ、6月16日までですが、もしリアルカードの発行してみたいなっていう方がいましたら、発行するのもいいのではないでしょうか。ちなみに僕も先日届きまして、こちらですね、見た目は結構スタイリッシュでかっこいいですね。まあ、番号も書いてないので、まあ、今回比較をする限り、まあ、現時点では、まあ、キャッシュの方が発行カード発行が無料ということと還元率に関してもかなり優位な状況なんですけども、今年の10月からに関しては、まあ、還元率が同じぐらいになるので、まあ、その時次第で、まあ、使い分けるのが一番いいのかなと思います。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。キャッシュとバンドルカードの比較ということでした。まあ、結構比較しながらですね、自分の中で、あ、結構面白いなというふうに思ったので、まあ、もしですね、こんな機会があれば、他の、まあ、パターンでもいろいろ比較してみていこうかなというふうに思いました。ということで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。